作業をね始めようとしましたら雨が降ってきましたね。先週からちょっと雨が多いんですね。この木はミノムシに食べられてまだいますね。まあ一回ちょっと畑を一周しましてね、ミノムシ取りから始めたいと思います。謎の植物ですね。ちょっとこれだけでは何かよく分かりません。先日はあのあれでしたね、あの挿し木とか作ってましたけど、この枝なんか挿し木向きですね。あとはまあこういう内側に込みそうな枝はね、取っておきましょう。これから夏になると、まあ非常にこの暑くなったり、その乾燥ですよね、何日もあの雨が降らない時がありまして、そういう時はねやっぱり余計な枝がない方がね、樹木は楽なんですね。ただでさえこうやってこの実をつけるためにエネルギーを使ってますんで、まあ、あまり不要な枝っていうのはまあ、ないとは思うんですけど、まあけど少ない方が楽だろうなとは思いますよ。この樹木的にはね、私ら作業するときでもやっぱこの内側に手が入る方が実が取りやすいのでね、なんかこれはなんかね雑草が登ってきてますけど、これももうやっぱ取ってあげないといけないですね。かなりね雨がね激しくなってきたんですが、この樹木の下っていうのは本当にね雨は降らないんですよね。この辺なんかのこういう若い葉、あ、これはなんだこれ、これブルーベリーや ね、もったいない感じはしますけどね、これ非常に新芽がね若々しくていいんですけど、さっきも言ったようにこれから夏場になりますと樹木はねどうしても水分を必要としますんで、必要以上にこのエネルギーをこの奪うようなね、そういった枝は取りたいと。これね、これは挿し木にいいよ、うん、これ辺もいいね。こういう新芽で結構しっかりとまっすぐになっているやつらね、この辺なんかはもう挿し木用の苗木としてはとてもいいので、また後で挿し木動画を作るときに撮りましょうか。上の方の混んでいるやつはまあ手でねこんな感じで掃除をしておくと。ドクダミのその生育にこの適するこのなんていうんですかね、この環境っていうのがありまして、ちょっとこの湿気があるぐらいのとこの方がいいですよね。これよいしょ、よいしょっと雑草が、根元はねやっぱりきれいにしていくと作業がしやすいですね。これもいいね、いらん、この辺もいいか、ちょっとすっきりしましたねこれね。
この木は背が低いのに結構実があるんですよね。本当は小さいうちはあまり鳴らせない方がいいと。ただこういう垂直にね、下から出てくるものですよね。こういうのが出てきますと、やはりこの根がね、元気だっていうことですね。ですから、今年実をつけないで一気に木を大きくできるようなね、このブレイクする感じの苗木に見えますね。ちょっとね、逆光で見えづらいかもしれないけど、これが木の本体で、こちらの方にこれだけ新芽が出てきてるんですね。ですから根がどうかな、おそらく木の周りに 1.5 メートルは伸びてると思う。ですからあれが木の中心で、こちら側に伸びたその根からね、この新芽が出ているわけですわ。まあ、これについてはまあこの辺をもう一回掘り起こして、このまま苗木として使ってもいいですし、まあ別に取ってしまってもいいんですけど、まあ何が言いたいかというと、この樹木がね、非常に元気な証拠っていうね、そういうことなんですね。余分な枝はもうどんどんね、剪定してあげてください。その方が成長ホルモンが出て、伸びがいいらしいと。この木はかなりね、早い感じですけど、まだこの食べられるほどの色にはなっていないと。折れてしまってますね。まあ、なぜ折れたかということですけども、そうですね、まあこのヒヨドリでしょうかね、やっぱこの時期に好きあらば食べようというね、そういう野生動物が来ますんで、もう少しこれ色がついてきたらね、ネットをかけようと思いますね。今日一応ネットは持ってきましたが、まだこの色なら食べられるというほどのものではないと。まあ閲覧注意ではあるんですが、これですね、取っても取ってもまあ出てきます。あれ？これ？あ、取った。まあ、このくらい実がついてると、乱暴に剪定したときにね、実を取ってしまうということもある。ただまあ、こうやってね、取りやすい枝を掃除しながら、ミノムシも退治するっていうね、そのようにしないと本当にね、増えちゃうんですよね。ここは通路ですけど、ヨモギすごいですよね。これはちょっと料理しないといけないですね。あとでこれは収穫して、ちょっと今日はヨモギ料理を
考えましょう。こういう時ね、自分で言うのもなんですけど、無農薬農法をやってると安心して食べれますんでね。なかなか道端の雑草ってね、いざ食べようと思うと農薬かかっとったらどうしようとかね、除草剤かかっとったらどうしようとかって、そういう不安が出てくるんですよね。自分でやってればもうそんなことしてないっていうのはもう自分が一番分かってるわけですから、安心安全な食べ物をね、やっぱり食べるために、このちょっとした家庭菜園でもいいんでね、自分でこの作るっていう楽しみもあるんですよね。まあ面倒っていうこともありますよ。本当にわずかな量を作る、もちろんね、それ販売して儲けようっていうのは本当にプロの世界ですから、またそれはそれでハードルは高いんですけど、自分で食べる分だけね、安全な食べ物を自分の責任で調達するという。晴れてきましたね。まだこれ上の方混んでるんですけど、この実ですよね、玉に直接日光が当たった方がいい色になるし美味しいっていう、そういう説もあるんですよ。そうなるとこの上の方のボサボサ、この辺もきちっと剪定した方が太陽光が当たってね、美味しい玉になるんじゃないかというね、そういうことらしい。この辺本当は剪定した方がいいかもしれないね。色んでいる木がありました。これはまだちょっと早い。この時期に色むのはハイブッシュです。ラビットアイではないですね。ですからこれがヒヨドリにやられると。ヒヨドリというのはまあ渡り鳥ですからね、真夏はいないわけですね。まあそれほどなってはいませんけども、まあこの辺の木は網をね、かけた方がいいでしょうね。これなんかは典型的なラビットアイでね、赤いですね、ウサギの目みたいな感じの色してますね。まだこれ玉小さいですけどね、だんだん大きくなりますねこれね。この間は豪快ですね。ちょっと玉は小さいですけどね、この木は相当量になってますね。このハイブッシュの木はね、玉が大きいです。木自体も非常にこの元気っていうかな、大きくなってきたんで、やっぱりその土台がしっかりしてますのでね、やっぱりこう玉もなかなかこう力強い感じがしますが、時たまこれラビット混ざってるかなって感じしますね。接ぎ木だもんですから、
ラビットとハイブッシュが混ざっちゃってる。ことがありますね。本来このくらいの大きいものやね。こういうものが出るはずなんで、ちっこい玉が出たところはね、まあ後で剪定していくと、花粉が混ざったのか、それとも代木のラビットが出てきてしまったのか、わかりませんが、本来こういう大きいものがね、なるはずの木なんですね。この木のね、株元はひどい状態ですね。こういうものが、今これ葉っぱだけ取っちゃったけどね、あの、挿し木の、これね、硬くなっちゃうんですよね。手で取れないぐらい硬くなったやつはもう挿し木にしましょう。挿し木の代木というかね、苗木にするということで。この辺ももう硬いですね、ものがね。なるべく内側の、こういう硬い、柔らかいうちに取れるやつは取った方がいいよね。このくらいになると硬い。ちょっとすきしてね、まあ、この辺をまたね、挿し木用に切ってしまえばね、ちょっとね、すきしますね。もう一回ぐらい挿し木やりましょう。晴れてくるとね、暑くなってきましたね。昼間30度ぐらいあるのでね、通常この天気のいい日の日中はちょっとまあ作業がね厳しい、そういう気候になってきましたね。今日はね、ミノムシもそれほどおりませんでしたし、まあ木の成長がなかなか調子がいいのでね、まずまずと。今ハイブッシュの方もね、そろそろまあ食べられるものが出てきたっていうことですね。とりあえずね、まあ、簡単にちょっと鳥よけというものを作ってみましたけど、ちょっと不格好ですね。まあ今年の初物ですが、ね、いただいてみましょう。フルーティーですね。皆様にもお裾分けしたいほどですが、すいません、動画だけでね、食べた感じになってください。以上でございます。